はい、こんにちは、こんばんは、ビズです。今日はバイオハザードビレッジ出たのでやっていこうと思います。で、私に関してはバイオハザード7に関しては未プレイなので、ちょっとこのストーリー動画を見ていこうと思います。で、ムービー中は基本的に黙ろうと思います。基本的にね。それじゃ始めようか。名前？イーサン、イーサン・ウィンターズ。ベイカー家の事件からもう3年か。きっかけは行方不明の妻ミアからのあるメールだった。メールの指示通り、俺はアメリカの片田舎にあるベイカー家へ行き、暗い地下室に監禁されたミアを見つけた。ミアは正気を失い、獣のように襲いかかってきた。彼女はある特殊な菌に感染してしまってたんだ。その後俺は治療法を求めて屋敷を探し回った。ベイカー家の人々もその菌に侵され、すでに人間じゃなくなっていた。感染源は少女の姿をした生物兵器で、名前はエブリン。俺は彼らと戦い、血清でミアを治すことに成功した。そしてクリス・レッドフィールドたちに救出されたんだ。これでいいだろう。あの事件のことはできれば話したくない。もう終わったんだ。はい、ということでね、ムービーが終わりました。一応セブンに関しては未プレイなんですけど、実況者の方の動画でちょっと見たりしたいことはありました。さあ、今回はニューゲームですね、やっていこうと思います。まあ一回スタンダードでいきましょうか。ハードコアだとね、ちょっとあれな気がするんで、スタンダードでいきましょう。適度にストレスのないね、難易度でいきましょう。でね、バイオハザードシーズンに関しては、ナンバリングタイトルに関しては0以外は基本的にやっています。あと7か。前作の7ですね。やっています。で、7をやってない理由としては、あれですね、実況者の動画で見てしまったということと、昔々、幼い少女が、お母さんとベリーを摘みに出かけました。しかし森は冷たく静かで、ベリーは見当たりません。少女はベリーを探すため母の手を離れ森の中へ入ってしまいます。必死に呼び止める母親の声も届かず、少女は奥深くへと進んでいきました。しばらくして喉が渇いた少女は目の前に輝く満月に気づきました。すると月はコウモリの怪物に変わり、羽を噛みちぎり言いました。お嬢さん、この血をお飲みなさい。少女はコウモリの血をすすり微笑みました。その後墓地へ出ると風が激しく吹き荒れ、あたりの空気は凍りつき、少女は寒さに震えました。そこへ死神が現れ、たちまち美しいドレスを作り上げると少女に言いました。さあお嬢さん、これを着て温まるといい。少女はドレスを着て、そして微笑みました。さらに不気味な海を進むうちに、少女はお家が恋しくなり、同時にお腹が空いてたまらなくなりました。すると魚の王が現れ、ヒレをちぎって言いました。さあお嬢さん、これを食べ。そのヒレを食べ、少女はまたもや嬉しくなりました。やがて少女は機械仕掛けのお城にたどり着きます。そこへ美しい金の歯車をつけた鋼の馬がやってきました。またしても贈り物だと思った少女は金の歯車を奪い取ってしまいます。馬は激怒し、4匹の怪物が現れました。少女は怖くなって怯え、
邪悪な風が吹き荒れると、そこへ支配者である魔女が現れたのです。うん、なるほど。今回のストーリーの根幹っぽい感じの話ですね。欲深い娘だ。受けた恩も返さずに魔女がそう言い放つと、少女は鏡に閉じ込められてしまいました。あら、寝ちゃったわ。その話不気味すぎないか。生まれて半年だぞ。本屋のおばさんが教えてくれたの。おとぎ話よ。ほら見て、ローズも気にしてない。分かってないだけだろう。まったく、この子が怖がらずに済むよう引っ越したんだぞ。私はとっくに吹っ切れてる。あなたは引きずってるようだけど。いや、もういい、悪かった。引きずってはないよ、慎重なだけさ。だったら慎重にこの子を寝かせてきて。夕飯を作るわ。ベビティ。さあ、ベビティを入手しました。平気だローズ、ママは思い出したくないんだ。そりゃそうさ。と動けるようになりましたね。オッケーオッケー。何か言った？何も、寝かせてくる。バイオハウス、さっきちょっと話途中だったんですけど、なぜセブンをやってなかったかっていうと、まあ、実況者さんの配信見てしまったというのと、あとね、やっぱバイオハザードってどうしても TPS が良かったなっていう、まあ、すごい解雇中なんですけど、単純に。昔はこんなの聞かなかったのにな。変わったんでしょ。うん。なのでね、そういった意味で、走れないのかな、これ。走れないっぽいな。買わなかったんですよね、セブン。で、今になって思えば、エイトの主人公がまさかね、イーサン。に近づいたら危ないでしょ。イーサン続投だと思わなかったんで、これちゃんと美味しそうな料理かこれ。大丈夫虫じゃない、これ。何してるのよ、もう。させ。虫じゃないかなと思って。見に来ちゃいました。うまそうなワインですね。うまそうなワインだな。これ、赤ちゃんのこれ、ベビリーどこに置くのこれ。ミアのおかげで、これもなかなか減らないな。バイオはね、やっぱね、そう、TPS 系のゲームが自分好きなんですよね。FPS はね、まあなんだ、デッドライジングじゃないや、なんだっけ、ファークライとかね、あの辺はやりましたけど、どっちかっていうとね、やっぱね、TPS の方が好きなんですよね。といったところでやんなかったんですよね。また本を買ったのか？絵本かな？お、ABC の本じゃないですか。いいですね。いいんじゃないですか、ABC の本。ね。英才教育ですよ。さ、さてが。いいね。これ女の子じゃないの、ローズちゃんって。女の子だよね、多分ね。そうだよね。これどこに置くのよ、ローズちゃん。ミルクはいらない。じゃあ後でな。これかな、風呂かな。バイオ RE スイート同じような感じで風呂に行くのかな。風呂っすか、バス。広い家ですね。すごい広いな。金持ちだな、E さん。ね、E さん金持ちじゃないですか。いいね。お、なんかあるね。ちょ、これ、置こうぜ、赤ちゃん。ベビーモニター。あははは、育ってきてる、成長してるってことです。お、テレビつきましたね、テレビジョン。平和だな。あのテレビの画面が、後で恐怖画面、恐怖映像に差し替わるみたいなのあるんじゃないの？どこっすか？どこどこ？え、2階かなんかあんのかな？ 2階、え？さっき1階だったよね。2階に行けっつうことか、これ。なんかそういうことな気がするな。この辺じゃないな。ちょっと、すいません、迷子になっちゃいましたね。迷子。お尻拭きはこのメーカーと決めて、うちもね、同じものを使ってますね。2階でしょうね、まあね。赤ちゃんの部屋っつうのは。だいたい2階でしょう。ハンドガン、おお、びっくりした。びっくりしたな、おい。よしよしよし。ママにも言ったんだ、あの本はまだ早いって。Eさんと完全に被った反応が。よしよしって言っちゃったよ、私も。さあどこが、あ、これは違うね、ズーローの部屋じゃないだろうね、これね。これ多分お化け出るよ、あそこで。で、今回ね、体験版とか出てたと思うんですけど、ママ大好きな曲だ。
体験版が出てたと思うんですけど、体験版やってません。で、まあ、事前情報もほとんど見てません。っていうのも製品版楽しみだったんで、そっちに収集したかったんで、その辺の情報は基本的にシャットアウトしてました。なので、おい、お前その辺何も知らねえなみたいな感じになると思うんですけど、その辺はご了承ください。大丈夫。すぐ下にいるから。絵本の怪物はパパがやっつけてやる。頼もしいね、イーさん。やべ、ちょっとなんだ、パトカーが来たんで、お、行き早くなったな。移動がめっちゃ早くなった。おお、パトカーめっちゃ来た。喧嘩した。ああね、喧嘩するよね。半年前の事件のことを口にしまったの原因と。あは。ヨーロッパ住んでるんだね。ん？これ、あ、こっちか。だけど全て忘れて過去を封印することは本当に正しいんだろうか。なるほど。まあ、夫婦仲は若干険悪な感じになっているのかもしれませんね。さあ、どうなっていくのか楽しみですね。ガンサバイバー10かき。すぐに吹っ切れるもんか。ガン、ちょっと10くれよ。ちょっと10。ん？なにこれ。ああ、写真か。フォトか。ああ、なるほどね。こう出産してみたいな話でしょうね。なるほど。やりますよね。こういうのね。レントゲン写真ね。いや、パトーカー来てるな。すいません、騒音がね、もしかしたら入ってるかもしれないですけど、申し訳ない。このままでいられたら。さあ、そういうわけにはいかないんでしょうね、きっとね。さあ、ここまでかな。プールに入れたりしてるみたいですね、もうすでにね。何歳なんだろう。でもまだ多分1歳とかさ、1歳ぐらいだよな、多分な。あの見た目だと。さあ、ここでミアの元へ戻るのか、それともバイオ RE3 みたいな感じで風呂に行くのか。さあ、ゾンビになっているか見てみよう。見えねえ。見れませんでした。シャワー浴びようぜ。シャワー浴びようぜ。シャワー浴びれませんでした。それ浴びるわけないか。さあ、ミアの元へ行くかな。で、美味しい飯が食えるのかな。果たしてどうなんでしょうね。テレビつけたままでいいか。怖いからね。OK。飯はできたかい？あの子はよく寝てるよ、赤ちゃん。あ、うまそうですね。うん、いい匂い。これは？あ、まだダメ。熱い。チオルバでレギューム、地元の料理よ。聞いたことないね。すっかり地元民ってわけだな。地元のワインも。でもあなたがいじけたままでいるなら、これはお預けね。あなた、うまそうだな。気にしすぎよ。だけど。ルイジアナでのことや君の妊娠、クリスに引っ越しさせられて戦闘訓練までいろいろあったから。でも家族が一緒にいるわ。あなたと私とローズ、今はそれで十分。本気か？そんなすぐにルイジアナのことを忘れられるって。とっくの昔に終わったことよ。なのにあなたと来たらまだ。おお、いい。ミア、伏せろ。え、めっちゃ歌えてたよ。ミア！あら、まあ。あら、これはひどい。結構タフだなっていうか。ミアタフだな、結構。どうして？来たぞ。誰だ、ゴリスか？ゴリスじゃん。なんでお前が。当たったわ。やめろ。まだ生きてた。そんな、どうして。まだ生きてる。どうした、ゴリス。ゴリスどうした。ゴリスもいい年だよな、多分な。ん、さっさと歩け。あ、すいません、すいません、すいません。あー、やめてあげてよ。以上なし。やめてあげてよ。おい、娘に何する。確保しました。どうぞ。なんかあれか、ウイルスの抗体持ってるとか。イーさん、やめとけ。マイケルの声だな。マイケル・スコフィールドの声だな。ローズ、運び出せ。やめてよ。
マイケルの声イケメンですね。やっぱね、マイケルの声だった。そう、クリスってマイケルの声か。イケメンだな。イケボだよな。先生。わかりました。伺います。先生からだ。来週来いって。なあ、ミア。悪く考えるなよ。もう話し合ったろ。そうね。ここのとこその話ばっかり。何度も言ってるわよね。心配なのはローズじゃないって。じゃあ何が心配なんだ。ミア、ローズならあの通り元気だろ。何が問題だ。私たちのことよ、イーサン。あなたは分かってない。分かってないの。ミア、何の話だ。何かあるなら話せよ。なあ、言ってくれ。ミアはなんかしてたんですね、もともとね。こんな時に。やっぱローズちゃんが何かしら、やっぱウイルスの、なんだ?あれですね。対ウイルスワクチンみたいな作れるみたいな。まあ、あれだ。つまりラストバスみたいな話? わかんないけどさ。抗体持ってるみたいなね。そういう話なんじゃないの?これ。わかんない。安直だとね。安直に考えるんだったらそういう話なのかなって気がするけど。どうなんでしょう。まあ、まだまだ謎がいっぱいね、深まっていくという。これから面白くなっていく感じですね。めっちゃなっとるやん。どうなってる。めっちゃなっとるやん。これずっとかけてるやん。何の話だ。クリスはどこにいる。ローズは。一体何があったっていうんだ。ああ、そう、雪山なのか、今回って。そっかそっか。下にあさろうぜ、ちょっと。な。あれ、使えない、マジで。両名確保、ほう。ああ、ミアはいらないんだ、じゃあ。ミアはいらないから殺したっていう話なのかな。こんな入りたいな。入れないのか。こういうところにアイテムあったりするんだよね。ないか。ないね。どういったこっち来たんだ。どうやってここ来たの?ねえ。車が横転してますね、これね。寒そうだな、しかしこれ。かわいそうにな。これ、こっちいいのかな、これ。合ってるか、これ。マーカー出ないかな、これ。これ合ってる?これ、こっちで。雪男出てきそうじゃない?これ。雪男出てきそうだよな。これ合ってんの?これ。これ迷子になるぜ、これ。なんもない。道が合ってんのかどうかがすごい不安なんだが。合ってんのかな?あ、なんか音がしたぞ。なんか音したけどなんもないわ。なんもない。崖になったね、これ。死なない?大丈夫、これ。一撃しない。なにこれ。寒そうじゃん、めっちゃ。イーサンめっちゃ寒そうやん。なこれ、有機鉄線が。あ ?R1? R3 か。はは。これで行けってことか。はいはいはい。ははは。あ、痛いよ、痛いよ。ちょっとこれ、落ちて一撃しない?これ、大丈夫?なんだ、なんか音がするな。合ってんのかな、道、これ。イーサンってよくこれライトは、ライト、カッパとかさっきの死体から。ん?何これ?あ、なんか死んでますね、これね。あれ?これ。これあれ?犬?これ。これ何これ?鳥だな。鳥が死んでるな。お、何これ?鳥が死んでますね。鳥がめっちゃ死んどるやん。なんか吊るされてるわ。おお、なんだ、見てきた。なんだ、うるせえな。うるさいよ、ちょっと。めっちゃ怒ってるやん。あ、血がありますね、血が。
誰の血これ。え、これ何これ。敵出てこない、これ大丈夫。初見殺しない、これ大丈夫。おお、なんかいるね。なんかいるよ、これ。ハッスルしたやつがいるよ。なんか、ハッスルしたやつ。視界がさ、割と狭いね。なんかそう気がするな。これどうやってんだろう、これ。これ落ちたら死ぬのかな。落ちたら死ぬこれ。わかんねえ。やめとこう。バイオシリーズはなんでゼロとセブン以外やってます。で、映画もね、何気に見てますよという感じ。あ、なにこれ。はちょっとお家入れてよ。お家、お家入れてよ。お家入れない、こっちだ。お家入れてくれ。お家入れてくれ。頼む。寒いんだ。入れてくれ。レンチ取ろうぜ、レンチ。レンチ取ろう。レンチ取れないのかよ。レンチは武器になるだろう。サイレントヒルだったら武器になるだろう。武器が欲しいね、なんかね。まあ、武器取ったら敵出てくるって合図だからね、言うて。え？は？何これ？何これ？何ぞこれ？何だった今の。やっぱ視界がさ、割と狭い気がするんだな。もうちょっと視界広くてもいいような気がするんだけど、こんなもんか。何何？は？何？なんか暴れてるやつがいますね。おとなしくさせましょう、後でね。ちょっと待って、こっちまだ調べてないでしょ。これなんかあるでしょ。死体があるかなこれ。ないか。何これ。パンツ？何これ。ちょっとこれ何これ。うまそうじゃん、これ。なんで飲めないのかよ。飲んで力つけようぜ。さあ、なんか物音がしてますね。地下に行く。ここで地下に行く必要ある？地下行ったら大体こういうの殺されるでしょ、こういうの。ホラー映画だったら地下行ったら死ぬよ。死ぬフラグだよ、これ。死体があってさ、大概。死体とかなんか秘密を知っちゃいけない秘密があって、で、なんかね、こっち来たな、つって殺せるわけで。これ何これ？ナマコ？これ。何これ？これ何？あ？あ、なんかあるな。何これ？誰これ？セット、あ？何すかこれ？謎解きかな？謎解きはね、あんまり得意じゃないんですよ、実は私。パズルはね、あんま得意じゃない。これ何これ？これ何？後でなんかあれかな？これの形に揃えるみたいなやつが多分出てくるのかな？わからん。これあれじゃない？なんかあの、敵のボスじゃない？なんか。その辺の触りだけはね、一応ね、見ましたね。触りだけね、ほんと。狭いな。狭いしさ、視点が割と狭い気がするんだよな。あの、部屋の中も狭いし、あの、視界も狭いっていう話です。このネズミだ。死体があるわけじゃなかった。この後ろ振り返ったらなんかいるとかね。よくある、こういうのは。でーすって、ほら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 、ね。何？なんかよくある。ホラー映画だとよくある、こういう展開はね。でも私はね、ホラー映画大好きです。あの、グロいホラー映画は苦手なんですけど、ホラー映画自体は大好き。なので、これ見てる方で、このホラー映画面白いってあったら、グロいやつじゃなくてね。グロくなくて面白いホラー映画あったら、ぜひ教えてください。あー、倒れてる。おーい。これいけんのこれ。うわ、ほふくだ。何をしに来たんだ、イエイさん、ここに。痛いよ、これは。これは痛いでしょう。何がいいんだろうね。何の仕業だ。今回、その ゾンビ的なやつがどういうのが出るのかとか、ちょっとさっぱり、あんまよくわかってないですよね。どっちだろう、こっちじゃないのか。武器、あ、なんかある。武器、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 武器。武器。あ、武器じゃん、これ。武器じゃないの、これ。使えそうだな、武器に。持ってけないの、とりあえず。とりあえず持ってってさ、後で使わなかったら捨てりゃいいんじゃないの。走れないのかな、あとこれ。なんか、歩きの速度が結構遅いんだよな。あ、ああ、はいはいはい。この辺はラストブラストと同じかな。これ何のためにあのさ、さっきの部屋っていうか、あそこ行ったの、あの小屋。吹雪一応収まってるから、これは嬉しいね。てか、なんか、いつまにか朝になってるのかな、これ。お、なんか、教会かなんかの、一体どこなんだ？鐘が鳴ってますね。あれかな、あの、バイオ4にあった、あれかな、あの、タモリみたいなやつ。なんだっけあの、タモリみたいなやつがさ、メガホン持ってさ、やるじゃん、なんか。結構もう忘れちゃったけど。さーっと行け、さーっと行け。よーし、よーし、ケイ。
これ何これ、誰か人住んでんのかな、これ。人はなんかタイヤとか落ちて、お、馬だ、馬が死んでますね、馬が死んでますね。じゃあなんかこの集落みたいな感じなのかな。誰もいないのか。武器、武器、これガラス持とうぜ、ガラス。これこれ合うだけでも結構心強いよ。敵出てきたら嫌だよ、これ。ん？これなんか見逃しあるかな？ないか？これなんもないの？これ。なんもなさそうっすね、これね。なんもない。あ、あった。これさっきのやつじゃん、これ。これ多分あれだな。ラスボス的なやつだろ、多分。ウェスカー的なやつでしょ、これ。わかんないけど。大おば様みたいな感じでしょ？なんか。さあ、どっちに行くのか。あ、なんか声が聞こえましたね。なんか。あれ、家畜がなんかいそうな感じっすね、これね。いたのかな、正確には。この辺なんかバイオフォーっぽい感じがするな。何か道具が必要だ。ああ、井戸からなんか取るのかな。バイオフォーにもさ、こういうのあったよね。まあ、ちなみに私がね、一番好きなバイオは、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、初代リメイクされてない状態の3が好きっすね。うん、3が好きです。4も面白かったけどね、まあ、2も面白かった、うん、5も面白かったけど、6はちょっと自分は合わなかった。なんだ、カラスだ、カラス撃ち落とそうぜ。 Do not enter。 立ち入り禁止。誰か人はいるんでしょうね、これね。さあ、これ道こっちで合ってんのかな。走りたいな、そろそろ。あ、ガードだ、これ。ガードでしょ、これ。一応動画見たんでね、セブン。まあ、だいぶ前なんで忘れちゃってますけど。なので、なんとなくわかる。防御ってさ、したらさ、これってダメージ食わないの？一切。その辺分かってないんだよ、よく。どうなんだろう。まあ、チュートリアル見ろよって話、説明書を見ろよって話なんだけどさ。取り捨て見やがれって話なんだけど。あ、なんかいるね。どうしてこんなところに、ね、これ。モンキーみたいなのいるね。でもいい感じになんか結構焦燥感というか、焦らせてきますね。この音楽とかね。いい感じっすね。雪っていうのがさ、今回新しいよね。バイオハザードシリーズの中だと。多分新しい気がする。今まであんまなかったんじゃないかな。これ、てか合ってんのかな？これマップないのかな？道が合ってんのかどうかわかんねえんだ。これ落っこってこない？これ。なんか、何これ？ボイラーみたいなの回ってるぞ、これ。これ何これ？あったんだ。馬が、なんか、あれだな、馬の首が、馬の首が跳ねられちゃってますね。あ、なにこれ。馬か、人じゃないのか。そろそろ人の死体があってもいいような気がする。あ、火がついてますね。おーい、俺いるぞ。来たぞ。なんか音楽流れてますね。陽気だな、これ。これ、あれだ、ガナードっぽいな、なんかね。バイフォーの最初の村っぽい感じがする、すごい。なんかあそこにとりあえず、な、井戸みたいなやつがあったから、それだけ覚えておきましょう。結構広いね、これ。ああ、これはこっち行けなさそうだな。あ、これはなんだっけ、あれ、シャームってどういったんだっけ、シャームどういったんだっけ、あれ、シャガム忘れ知ったどういったのか。どういったのか忘れ知った、シャガム。まあいいや。暗いな、これ。ナイフ来た。よし、ナイフ来た。よし。よし、ナイフ、よし、来た、よし。住人はどこに行った。ん、これはうまそうではないな。なんか時間が経ってそうですね。でも虫じゃないね、とりあえずね。5じゃない、7の時の虫ではないから、とりあえず食えそうではあるのかな。最悪食えそうなのかな。どうなんだろう。とりあえずね、このナイフが手に入ったことによって、まあ敵が出てきてもおかしくないでしょうね。これ壊せば。この辺はよくあるよね。今回ってどうなんだろう、これアイテムって組み合わせてさ。あ、何、あ、壊すの違う、閉じ込められたのか。敵出てくんのかな。じゃあ、あれ、でもどっち行くのこれ。は、どっかん来るのかな。どっかん来る、そろそろ。おお、びっくりした。誰だ、誰がよこした、誰って。道で事故にあって、これ死ぬな、多分。これおじいちゃん、おじいちゃん多分死ぬわ。あー、おじいちゃん死んじゃうよ。
しまった。やつらだ。やつら。やつら。今のは何なんだ。銃は。え？銃は持ってるよな。ないんだ。いや、持ってない。銃くれ。俺ナイフしかねえんだ俺は。銃くれ。ありがとうありがとう。待て。早く。センキューセンキュー。狙いつけたらどういったのこれ。まあ、チュートレート的な。おい、聞いてるか。おい。おお、あー死んじゃった。やっぱな、やっぱ死ぬよな。何なんだ。これ第一村人みたいなやつは絶対死ぬよね。基本的に死んじゃうよ。おお、何、何、何。おびっくりした。死体だ。おじちゃんか。あ、なんか死体がいっぱいあるな。死体だと。死体がいっぱい集められてんだ、ここに。あっちも死体か。あっちもこっちも死体だぜ。これ待って、どうやって俺、無駄玉打ちたくないんだよね。まあいいや、ちょっと時間がこの辺でいいところなので、一回区切っておきましょう。ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。バイバイ。